瀬戸内に恋するカメラマンが旅先で出会う、その魅力を切り取っていくロードムービー、瀬戸内日和。今回坂本カメラマンが訪れたのは、岡山から山陽本線でおよそ45分、笠岡駅です。こんにちは。あ、こんにちは。これ駅のこれひまわりいっぱいあるんですけど、これ何かあるんですか？はい、あの笠岡はですね、あの道の駅笠岡ベイファームに今あのひまわりが満開なんですよ。でそれをイメージしていますけど、はい、今週のベストショットはこちら。瀬戸内に恋するカメラマンが旅先で出会う、その魅力を切り取っていくロードムービー、瀬戸内日和。坂本カメラマンが向かうのは笠岡港。旅客船に乗って笠岡諸島へ渡ります。パフェですね。はい、かしこまりました。白石島は外国人の中では一番人気です。そうなんです。うん、やっぱり田舎でちょっとあの時間があるので、みんな喋ったりとか、いつも挨拶してくれるし、あとは自然が多い、緑が多いから、それは本当に大切なことだと思います。はい。今週のベストショットはこちら。瀬戸内に恋するカメラマンが旅先で出会う、その魅力を切り取っていくロードムービー、瀬戸内日和。諸島の旅、今回坂本カメラマンは北木島である人と待ち合わせです。こんにちは。あ、こんにちは。この北木島はこの石材産業で栄えた島ですので、こう見ていただくとこうお分かりのように、木のところがこう削って岩肌が出てるんです。映画館あとですね、今またリニューアルして、あのこの島民の憩いの場としてこう活用している、はい、場所があるので、ちょっと見ていただいてですね、これ映写機もですね、これ当時のまんま、すごい、これ映写機、これすごいですね。
の作業現場がこっちです。今週のベストショットはこちら。瀬戸内に恋するカメラマンが旅先で出会う、その魅力を切り取っていくロールムービー、瀬戸内日和。真鍋島へ途中、船長が案内してくれたのは、で猫は一生懸命ここまで泳いできて、たどり着いて、まあ、こういう化身に変わったいう。勉強しています。はい、今週のベストショットはこちら。